はい、速稼塾の久保です。まあ、携帯利権のね、お話を聞いて、いろいろとね、通信速度とか、それから携帯電話の料金に対してご関心が深まったと思います。私もそうでした。1ヶ月ちょっと前まではこんなこと全く考えたことがなかったんですけども、今はですね、なんでね、各社いろんな格安SIMを出してきてるのか、格安SIMっていうのはなんであんまり浸透しないのか、人に受け入れられないのか、高い金額を払ってでも大手3キャリアにしたいのは何でなのかってことをね、考える中で、今日はね、一つ楽天モバイルってものがなんで広がらないのかってことを考えてみようかと思うんですよ。これね、テレビ CM とかでもやってるそうなんですけども、楽天モバイルはいろんな縛りなくって2980円で月額使えるそうなんですよね。一見そのスターモバイル4860円と比べると楽天モバイルの方がいいじゃないかっていうふうに感じれるんですけども、さあ本当にそうなんでしょうかということで、こちらのサイトを、ね、私今検索してたまたま行き着いたんですよ。これね、2020年の8月7日の更新なんで、まあ割と最近のものだろうと思ってね、10日ぐらい前の更新ですから当てにしていいものだと思います。その中で格安 SIM オタクが教える楽天モバイルの契約前に知っておきたい7つのメリット、デメリットってあります。今回はデメリットに関してだけちょっと見てみようかと思うんですけどもね、どんなデメリットがあるのかなってことなんですよ。でこれですね、もう読んでるだけで十分かと思いますけども、4つあります。1つ、楽天エリアが東京、名古屋、大阪など一部地域のみなんで、私は使えません。広島なんでね。っていうか、ほとんどの地区の方使えないですね。だから東京のお住まいの方とか、名古屋とか大阪などの一部の地域にお住まいの方は、移動しないことを前提に楽天モバイルを契約してもいいんじゃないかなって思うぐらいですよね。当然ですけども、旅行先で使えなくなっちゃえば全く意味がないですよね。はい、次です。楽天回線エリア内でも地下や建物内はつながりにくいということなんで、これは格安 SIM 全般にもしかしたら起きることかもしれませんので、この辺はしばらく使ってみて自分の生活圏内で使いやすいのか使いにくいのかってことを体験しないといけない部分があると思いますよね。だから携帯電話通信の電波のことなんで、全ての人にこうだっていうものはなかなか言いにくいんですよ。で私も iPhone を使ってますけども、ソフトバンクとか au とかドコモ使っていく中でも、やっぱりね、思いもしなかった不具合っていうのは個人的にいろいろ起きてるんですよ。でも公のアナウンスではこの辺りまでは目安として、使えますよとか、こういう風になってますよっていうのは言うしかないんですよね。ざっくりと大まかな方にはこうですよってことしかお伝えできないんですよ。でも例えばね、電子レンジを動かしているそばでの携帯電話の使用はもしかしたら繋がりにくいのかもしれませんし、他の条件もあるかもしれません。車の走行中とか、まあいろんな条件ね、他の方がいっぱい使ってる中とか地下とかっていうのは、もしかしたら大手3キャリアでももしかしたら使えないのかもしれませんけども、それはね、それぞれの生活圏内ですとか、離島に住んでる方とかね、都市部に住んでる方とか、山間部に住んでる方、いろんな条件があると思いますんで、なんとも言えないってことですよね。はい、まとめますと、楽天モバイルのデメリット、地下や建物内はつながりにくいということがね、はっきりしてるってことですよね。で3つ目、パートナーエリア、これは au 回線のことですけども、 au 回線は5ギガまでだそうです。ちょっと youtube を使ったりね、検索をたくさんする方にとっては5ギガっていうのはもしかしたら1ヶ月のうちの3週目とか4週目にものすごくね、不自由を感じる時があるのかもしれないですよね。特に youtube を毎日見てらっしゃる方は5ギガっていうと最初の1週間でなくなっちゃうようなレベルだと思います。ということなんで、ね、スターモバイルでも au っていうのは採用してないですよね。だからソフトバンクとドコモっていうのが、まあ、当てになる通信電波帯なのかなっていうふうに私は感じてます。4つ目のデメリットですけども、 iPhone は利用不可ということで、楽天モバイルを使おうとしたら、まあ、私の大好きな iPhone はダメなんだなっていうことがここでわかるわけですよね。ということでこの4つのデメリットを考えた時に、2980円の月額、この楽天モバイルっていうのは私はね、自分でも使わないし人に勧める気が全然起きないってことになります。ということなんでね、スターモバイルを進める中で、今楽天モバイルというのは2980円だけども、あっちの方が安いんじゃないのっていうふうに気づいた方がいらっしゃったら、この4つのデメリットをお伝えして、その上でどうしますってことを聞けばいいと思います。でこれからもね、スターモバイルのサービスが未来永劫を絶対の一強ではないと思うんですよ。やっぱりそれぞれのデメリットとかね、メリットとか得意分野とか不得意分野っていうのはいろんな会社によってはあると思うんですよね。克服できてない分野とか、これから取り組む分野とか、その辺は切磋琢磨ということで、他のサービスが受け入れられればそのサービスを取り入れるように、経営をね、変更してくださると思いますし、もうそこはもう未来に対する不確定要素が残ったまんま、
やっぱどっかの会社に決めないといけないのかなっていうところですよね。で、最も不確定要素が少ないのはソフトバンク、au、ドコモなんですけども、ただ料金が高いというね。ですので料金が安くなればそれなりに手の行き届かなくなるところはあるんじゃないかなっていうふうな気持ちを少しだけ心に抱えておくことと、プレゼンするときはそのこともね、きちんとお伝えすることだと私は思いますけどもね。今回の動画いかがだったでしょうか。それでは失礼します。